汁と玄米、小松菜と豚肉の炒め物、ぬか漬け、かぼちゃのねサラダ。これ捨てようとしてたのね。これ猫で可愛いから私もらってきたんだけど、全然まだ使えるよねこれ。だって裏こっち側のね下にひび入ってないし、この中にちょっとひび入ってるけど、まだまだ使えるよね。割れてからでいいと思う、捨てるのは。回収されてなくてよかった。よし、全然まだ使えるからね、これめちゃくちゃ可愛いし。小松菜がね、もう毎日小松菜食べないとどんどん大きくなってね、もう硬くなってきちゃうから、小松菜料理がね2品あるだけで一汁一菜じゃなくなるね。おかずいっぱいになっちゃう。まあもうぬか漬けはね毎日食べてるから、ぬか漬け毎日食べてるのね。うん、今日一汁三品だね。一汁一菜じゃなくて一汁三品。これね、小松菜豚肉と合うね。中華炒め。小松菜の、これすごい美味しい。中華の味やって、ちょっとニンニクちょっと入れて、青菜炒めっていうのかな。塩コショウとニンニクでもいいと思う。ひき肉のが安いからね、ひき肉にしました。たまにね虫が入ってたりするんだけど、食べても大丈夫だからね。よく洗ったけどね。ほうれん草も遅いから助かってる。小松菜まだたくさんあるから。ほんまのお客さんが少ないからさ、男のお客さんあんまり野菜も持っていかないから。高かったね。母親にも買ってあげようかなと思いますね。まず自分がウエストね細くなるか試したいと思います。雨の日とかもできるからね、室内でね。 XL だからさ、結構大きいよこれって。裸足で乗るんだね。なんか100均にもさ、なんか売ってたんだけど、500円で結構回るね、これ。怖いかもね、どっか捕まってやらないと。こんな感じ。これ捕まんないでやったらさ、怖いかも。どっか捕まってこうやった方がいいね。これいいわ。結構
構回る。本当に細くなんのかな、これね。これ、年寄りもいいんじゃないの？どうか捕まってさ、こうやれば。ウエスト細くなんじゃないの？なんか YouTube とかでさ、手を乗せてさ、手を置いて、こういうふうに、上半身もこうねじれるみたいな、こうやってる人いたけどね。見た目綺麗だよね、これね。ちょっとしばらくね、やってみたいと思います。お昼ご飯は、玄米と、ぬか漬けと、畑で採れたネギを入れた納豆。こんな感じですね。あと麦茶と、ウーロン茶とね。